六甲の頂への道のりは931m、その標高以上に高く険しい道と言えます。今年も V ラッシュにふさわしいシリーズ六強が出揃いました。第49回放置金牌争奪六甲賞競争、いよいよ優勝戦第12レースを迎えます。1号艇は吉田敏彦、2号艇松本克也、3号艇今明光太郎、4号艇柴田浩二、5号艇向井所浩二、6号艇東寺智人、以上6メンバーです。さあスタート展示からコース争い、その駆け引きが見られました。本番レースは果たしてどうなるか。やや前方4号艇の柴田ですが、内よりまずインコースには1号艇の吉田敏彦、人気の中心が構えます。怒涛のピンラッシュを披露となっている1号艇吉田、スタート決まればもちろん他を圧倒です。そして2コースには2号艇の松本が構えます。しなやかすぎる旋回で水面を魅了します2号艇の松本克也。そしてセンター3コースに4号艇でしょうか、柴田浩二。展示気配から何やら良さげでありますが、ここはセンターから速攻戦で迫ります。そして本番レースは4角選択となった3号艇の今垣光太郎、実績は優に及びません。兵庫勢5人を相手にどんな戦い見せるか、3号艇今垣。この外に続くのは5号艇の向井所浩二、もちろん攻めに徹する一走。6コース周りが6号艇となって、東寺智人、展示タイムは抜群です。内から1番2番4番3番5番6番です。スタートしました。コースタートを決めたのはセンター4号艇3号艇インコースもいいスタートか1号艇の吉田、先手を取った1号艇の吉田敏彦に2号艇刺してくる、握っていく4号艇の柴田、内を刺すのは3号艇の今垣ですが、先頭は陰線押し切った1号艇の吉田敏彦です。4号艇の柴田が外、内からは3号艇の今垣、なおスタートは正常でした。2マークトップでクリアは1号艇でしょうか、吉田。2番手追走4号艇の柴田に内から迫ろうと3号艇の今垣、これを振り切る4号艇の柴田。上位体系は1番4番となって、3番手にはくるっと2号艇の松本、外からは3号艇の今垣、後方からは5号艇6号艇となります。先頭は陰線きっちり押し切りました1号艇の吉田敏彦、2番手追走は4号艇の柴田浩二で、3番手からは2号艇の松本、上位3艇は142、このうちに3号艇もう一度接近は今垣、後方からは5号艇向井所、6号艇の東寺となります。センター勢もコーススタートを決めてきましたが、陰線負けじと5スタート、1号艇の吉田敏彦、課題の起こしも今日はきっちりか、見事に1番を押し切った1号艇吉田、4号艇柴田が2番手、3番手はうち2号艇松本、上位3艇は142、最終周回に入りました。使用間もないモーターでしたが、あっさり仕上げたのハイパワー、起こしの不安もきっちり拭いまして、終わってみれば10戦9勝、強敵ぞろいの六甲賞でも強く華麗なワンマン賞ということになりました。今年は2回目、地元では15回目、通算では48回目の優勝ゴールとなります。圧倒的な人気で応えて1号艇吉田、2番手追走は4号艇柴田、3番手は2号艇松本で、上位3艇は1番4番2番です。第12レース先頭1番の吉田優勝の5輪、2着4番柴田5輪、3着2番松本5輪、3番5番5輪、ラスト6番の東寺5輪。以上、尼崎第12レースでした。